K-19、K-19、カー19はソ連の658型潜水艦であり、ソ連海軍最初の潜水艦発射弾道ミサイルを装備した原子力潜水艦である。NATO コードネームはホテル IQ。同艦は様々な深刻な事故を経験しており、これらの事情から微動メーカーという不名誉なニックネームが付けられた。 1958年10月17日に建造が始まり、1959年4月8日に浸水する。伝統的にロシアの船舶は女性によって洗礼を施されることになっていたが、K1Q に限ってはそれを行ったのは男性であった。洗礼の当日、艦首にぶつけられたシャンパンの瓶は割れることなく跳ね返ってしまった。このことは上院には、 不吉な前兆として受け取られた。同艦は1960年11月12日、就航し、1961年4月30日に、正式に、官名登録された。1961年7月4日、艦長、ニコライ・ウラジミロビッチ座帝府大佐の指揮下、グリーンランド付近の北大西洋上を航行していた、時、同館は、 原子炉冷却剤システムにトラブルを起こし、冷却水漏れゆえを起こした。いくつかの故障が重なって、超ハム船システムが使用不能になり、同館はモスクワに指示を仰ぐことは、愚か救援の要請もできなかった。技術士官と歌士官以下8人からなる対策チームは、新品の冷却システムの応急修理をするために、高濃度放射線区域に長時間止まることを、 余儀なくされた。映画、K1Q ではメルトダウンを防ぐため加熱状態の原子炉に飲料水タンクの水を魚雷を分解してつなぎ合わせたパイプで送り込み、原子炉の冷却に成功したが、放射線防護服が在庫切れで管内に積まれておらず、レインコート程度の防護機能しかない化学防護服を着用した作業員をこれで防げると騙して作業に行かせる様子が描かれている。 前、乗組員は高濃度の放射線被爆を受け、修理班の1名を除く8人は、人間の致死量の10倍以上にも達する、放射線、約45から60シーベルトの被爆により、1週間以内に死亡した。1994年のロサンゼルスタイムズによると、被爆者は仲間に殺してくれるよう懇願したという。ザ・テーフ長は、乗員の反乱を警戒して、 最も信頼できる部下に5丁の拳銃を配布し、それ以外の消火器はすべて海中に投じるように命じた。また、この時の副艦長は、事故の1年後に、キューバ危機のさなか、ソ連潜水艦 B59 に同乗し、核ミサイルの引き金を引くかどうかの判断を迫られた3人の責任者のうち、唯一反対したバシーリー・アルヒーポフである。K1 9は、 友軍のディーゼル潜水艦によって低下した電動装置の音を補足され、同艦とのランデブーンが可能となり、乗員が収容され母校に栄光された。破損した動力装置を除去して交換するために2年の月日を費やさねばならなかった。事故の原因は同艦の建造期間中の初期の段階においてなされた修理の過程において、右限の原子炉の使用冷却回路の中に、 溶接棒からの破片が落ちたためであった。k 1 q は、広島というあだ名を冠されて艦隊に戻ることになった。k 1 q は1969年11月15日に、バレンツ海、水深60メートルで、アメリカのスレッシャー急限視力潜水艦ガトと衝突事故を起こしている。同艦は非常、バラストタンクのブローによって浮上することができた。衝撃によって、 バウソンナーシステムを完全に破壊され、前方の魚雷発射管のカバーが押し潰された。そして修理を受けて艦隊に引き返した。1972年2月24日、カナダのニューファンドランド島から 1300km、震度 120m の海域で任務に当たっていた、同館の機関室から出火し、当時当直に当たっていた28人の乗員が死亡するという事故が発生した。 油圧オイルが高温フィルターに漏れ出したことが原因であった。火災発生後同感は直ちに浮上し、乗組員は付近の水上艦の救助を受けたが、出火地点より、後部の魚雷室にいた12人は艦内に取り残されてしまった。乗員の撤収後も、水上艦による栄光は強風に阻まれ遅延した。上に、機関室の状況が悪く救助隊は、後部魚雷室には、 達することができなかった。強風が収まった後に、同艦は栄光され、4月4日にセベロモルスクに寄港したが、その館魚雷室の乗員は、水と食料をかき、暖房も効いてない暗闇の中で24日間もの間生き延び救助された。この一連の救助活動には、40日間以上が費やされ、30席以上の感染が、その作業に関わった。なおこの事故は、 沈没を除いた原選事故の中で世界で最も多くの犠牲者を出した事故でもある。1991年6月4日、K1Q は再度原子炉にトラブルが発生した。間に汚染や犠牲者は発生しなかったが、この事故はソ連政府がスタート E による同館の退役を決定的なものとさせ、同年同館は30年にわたる現役を引退した。 1994年にはポリアルヌイの海軍交渉に移され、2002年3月にムルマンスクのネルパ艦船交渉に栄光された。2003年10月に廃艦が間近であることが当局によって発表されている。2006年、かつて K1 級に登場し、現在は不合となったは本艦を買い上げ、モスクワに停泊させ、ソ連時代の大役水兵のクラブや、 博物館にしようとしているが、何人かの現役、退役乗組員によって、強烈に反対されている。映画、K-1-Q、2002年、監督、キャスリン・ビグロー、出演、ハリソン・フォード、リーアム・ニーソンは、本館の1961年の事故を元にしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。